ているものなんですが、こちらはですね、今やっているのはハといいまして、より実践的なものになっております。後ろの敵が撃ってくるのを受けて、そのまま打ち返す面を打つという技になっております。こちらはですね、相手の固定、それからその次の面を四方の敵に向けてやるという形になっております。四方という形になります。
辰巳のこの辺からじゃない場合ですと、両手で切りつけるようになります。この辺からですと片手で切り上げる、あるいは横に投げるという片手で攻撃をします。次は腕を横に投げる、次は後ろの敵を小手を下から切りつける、切り上げる、続いて前後、前と後ろに敵がいるという想定の技です。次は4人の敵に囲まれましたと、そういう想定の対応です。